今週はアですね。アから始まるタレントです、はい、FM 山口なすびま足立由美、うん、子役でピークを迎え芸人と結婚し好感度を上げようとするもマイナスに作用してしまい今では魅力のかけらもないおばさん。これはもう事務所許可出ませんね。これは一発目ひどいよもう。まあでも上げときましょうかね。ああ上げるんですね、うん、FM 山口なすびま芦田愛菜、一般サラリーマンの生涯賃金を7歳にして稼ぎ終えた化け物。これ集まるとでも分かりやすいですからね。うん、そうですね。ラジオの超10ギガジャクソン、あ、天海祐希、ドン・キホーテでピンクローターを買う時も堂々としている素晴らしい女優。これは褒めてますね。まあ褒めてよ、でも事実じゃないですよね。わかる。なんで天海さん堂々と買いそうだよな。なんか減っちゃうですよね。でもドン・キホーテには行かない感じするね。ああちゃんとした、大人のおもちゃの店に行って堂々と入って、そうかな。自分のサイズとか伝えたりして12ぐらいあるみたいな。あるんですね、そんなサイズがね。12っていう単位があるんだ。よく分かんないけど。FM 山口なすびま安藤美姫、昔の可愛さは陰りを見せバカみたいに回っている時の顔がややエロいというのが現在唯一の武器である天才フィギュアスケーター。天才つけたからって、いや褒めてますよね。いやいや天才つけただけでしょ。陰りもないって言ってんでしょ。コーチとの恋の話嫌だわ。ああ安藤美ちゃん応援してたから。そうですね、モロゾフコーチ。はいはい、噂は聞きますけど ね、 ラジオネーム超10ギガジャクソン、赤井秀和、突然巨大化し同じく巨大化した金玉を振り子のように使用し浅間山荘を破壊する警察関係者。違うでしょ。違うでしょ。今警察関係者じゃないでしょ。いやでも赤井秀和さん、今の赤井秀和さんを伝えるにはこれが一番でしょ。金玉振り回す代表作「どついたるねん」とかさ、まあ、そんなの言ってもちょっと今の赤井さんじゃないからね。まあそうですかね。この金玉で浅間山荘を破壊したっていうのは分かりやすい。破壊はしないでしょう。2013年度版を目指してますからね。だからちょうどいいんじゃないですか。巨大版ね。ラジオの長寿ギガジャクソン、代表作とかも書いていってもらってもいいですけどね。ど辞書っぽくね、赤坂康彦、曲紹介だけで金を儲けなおかつ女を金で騙す典型的な詐欺師。詐欺師ってもう詐欺師言ったらダメでしょそれ。これはちょっと採用されないかもしれないですね。採用、あ、そうですね、不採用ですね。じゃあ、ラジオの長寿ギガジャクソン、秋川雅史、ケツの穴から息を吸って体中に溜めた空気を一気に口から放出して歌声としみんなに届けている歌手。まあ、ケツから入れちゃうんだね。いや入れてないとは思いますよ多分、だからあの声量なんだ。いやいやそれはもう稽古してなんかすごい声量なわけでしょ。呼吸がでもクソみたいな匂いするかもしれない。ケツから吸い込む。ケツから入れてると吸えますよ。入れてないでしょ多分。すんげえだってガバガバでしょ。そしたらって吸うんでしょだって。そんな呼吸器ついてないですよケツに。いやちょっとあんまりまくし立てて突っ込まないでよ。いやここ、まあ、漫才師じゃないんだから。いやいやいやそんなつもりないんですけどごめんなさい。なんか出ちゃうのね。いや出ちゃうんですよ。FM 長崎ロファス、カパホテルの社長、表には出てはいけない顔なのに地位がそうさせるのか誰からも突っ込まれない人物。やっぱりワンマン経営ってそういうもんだよね。まあそうですね。創業者とかね。創業者、そうですね。CM とかでもあるもんね。やっぱ社長が出てくるやつね。出てますね。私が証明ですみたいな人さ。お前出ない方がイメージいいのになみたいなさ。そうですね。あれ昨日かなんか一昨日かなんかテレビ出てたんで、それ見てたんでしょうね。だからお前みたいなやつがやっぱ腹心にいた方がいいよね。アパホテルとかね。おいおいこらこらこらダメダメ出ちゃダメだよっていう人が意外と会社組織っていうのはおかしくなっていきますからね。何かの右腕がいないとね。FM 山口ブラブラブラザル、アニマル浜口、もう娘をしごくことで興奮を得る変態、声がとてつもなく大きいので会話した人たちを耳鼻科送りに。妖怪好きみたいになっちゃった。妖怪でしょもうそうなると。モンスター現れるでしょもう。 FM 食いブヒー童貞トン、荒井中、志村けんに全てを持っていかれた芸能界の典型的な負け組。いやいや
終わってますもう。これ1行ぐらいでするというのもありますからね。辞書っていうのは。いやないでしょ、もう単なる悪口でしょ、もういいんじゃないですか。うん、ラジオ三平相川金也、うん、誰も待っていないのにもかかわらずおマットさんですと などと言い放ち、女性タレントの楽屋へ入り込んでは下の名前を呼び捨てにする礼儀知らず。誰も待ってないのに。あけぼの太郎、その圧倒的な弱さで大は小を兼ねるということわざに一石を投じ続けているハワイアンデブ。最後デブじゃなきゃな。FM 群馬祈祷がマッカーサー有吉弘行、広島に産み落とされた神童、神をも恐れぬその言動はセンスが生んだ化け物とも。軽妙な語り口と切れ味抜群のコメントからお笑い界のメッシュと称される。1枚あげとく。あげるんだ。うん。